はい、こんにちは、ゆうべです。キャラです。レブキャンです。俺たち、ミッドナイト坊主です。はい、ということで、病図学校ね、優勝問題の僕が丸付きを終わりましたので、ありがとうございます。回答解説の方で、ね、緊張するやっていきたいと思います。はい、じゃあ、まず、答案用紙を返却したいと思います。はい、はい、じゃあね、奥田、レブキャンか52点。で、アギロが51点。勝ったのかよ。俺の方が近いのかよ。じゃあ、まず早速ね、解説の方をしていきましょうか。まずじゃあ、問1。次の文章に当てはまる語句を答えなさい。これはもう一番簡単な問題ですよ、うん、最初の問題ですね。ビヨンズはハロプロ研修生から選抜されたメンバーによるユニット、地下鉄雨の森川海ですね。ここはで、2番ハロープロジェクトオンリーオーディションの合格者の名前を答えなさいと、はい、でこれがビヨンズ合格者が、まあ、佐藤慎太の平井美桜小林翔太、うん、3人で、実はこれアンジュルムの合格者がですね伊勢麗なんですね。だけです。あ、そうなんだ。なんでだ。だけです。太田さんはやっぱ研修生だからってこと。そうです。あ、なるほどね。ああ。明らかは2人から書いたんで、まあ全員答えなさいということなんで、まあちょっとバスにしました。なるほど。引っ掛け。全員って言って一人ってことですね。うわあ、いやな問題。楽2番ですね。台本2は楽曲についてのまあ問題になってます、うん、で、はい、4つの楽曲っていうのは、まあ、オマージュ元が結構あるっていうのでまあ有名なんですけど、うんうん、中でも Go West は踊りましたし、ね、Go West っていう曲のそのままだいや、じゃあ、Go West Go West、これのオマージュなんですよ。へぇ、知らなかったな。これはあのアメリカの曲ですね。結構有名な曲だったとおっしゃるで、ちなみにこうデブは最初この A のところですね、マッスルマンっていうあのマッスルマンてっ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 てんじゃない、知らん、あれヤングマンか、初めておいヤングマンではねえよ。じゃあはい、じゃあ3番いきましょう。3番のここの、まあ、一問一答スタイルの問題です。これマジで全部分かんなかった。これの、まあ、じゃあ1個ずつね答えいきましょう、はい、西田しおりの好きなお漬物はたくあんです。へー、抜け漬けじゃないと。たくあんです。抜け漬けどうやった一緒、まあそうだよね。たくあんです。たくあんね、確かにたくあんって言ってる。言ってます、うん、彼女は。はい、で、もう真夜心の好きな空手の技は聖剣好き、うん、これじゃ知らない。で、山崎ゆはの好きなのび太くんのクラスメートは、はい、あばらや一郎くんです、ね、そう、あばらや一郎か。あばらや一郎くん言ってるんだよね。なんか聞いたことある。マジドラえもん見たことないからわかんない。なんなん、あめのぼり川海くんなわけねえだろお前。いるわけねえだろ。誰だよ。しかもこれ、アメノモリ川森くんで、これは、これ、あとデムに関しては何て書いたの。デキミネナイタロウ。誰だよ。誰だよ。なんかいたのデキスギくんのデキソコないんだよ。はい、で、6番の平井美桜の好きな竹内の演目は若き日の歌は忘れし。無理です。聞いたことないこれ。俺は無理だった、多分。俺も宝塚キャッツしか知らない。あとちなみにそう、だからデブはこれキャッツって書いてあるね。知らん。宝塚の演目キャッツって書いてあるんだけど、キャッツはキャッツだから宝塚じゃありません。え、宝塚がキャッツやってんじゃん。違います。キャッツは劇団四季です。あ、劇団四季と宝塚ってのは違うんだ。そう、違います。だからキャッツは絶対違う。あ、な、それもね、全く分かんなかった。ピエロも笑ってますよ。はい、じゃあ次4番いきますか。大門4。ここはあの研修生の時のところからの出題ですね、問題ですね。はい、ビヨンズはハロプロ研修生からの小学生を数多く転籍していると。島倉理科の同期ですね、ここ最初。ビヨンズの江口さや岡村美奈。江口さんか。ミーミーか、ここで来るか。A、B は順位不動ですね。一緒だ、俺も高校ので間違えた。で、C、ジュースジュースの松永理愛と。あ、コーニングセンティーズの横山レイナ。俺ね、ここね、すごいな、合ってんのすごいなと思ったんですよ。いや、なんかね、写真がある。あ、見たことある。これね、てかさ、河村さんとさ、凛ちゃん研修生同期なのすごくない。河村さん結構早かった。河村さんってさ、21だよね、今年21だよね。でね、凛ちゃんさ、15じゃん。そう、すごくない。これ同期すごい、すごい研修生。さあ、そして次の問題がですね、ビヨンズ学校からの出題ですね。はい、マジでね、これマジで映してほしくないわ。ジュラ紀最強と言われてる恐竜は何か、はい、答え、アロサウルスなんですけど。アロか、なんかね、そう、なんとなく覚えてたの俺は。デュキャンはエロサウルスって言う。マジで響きだけ覚えてた。マジで響きだけ覚えてた。エロサウルスやと。ティラノサウルスじゃないんだなっていうので覚えてたから、エロで止めるんじゃなくてエロサウルスで一つだと思ってるから、別に不安な意味はないよ、マジで。
で、2、油の中の野菜に含まれている免疫力を高め、うん、殺菌作用のある成分は何か答えなさい。答え、これは、イソチオシアネートです。これなんか、さっきの説明難しかった。わかんない。さっきのは、ジャスモン酸って書いてあるんですよ。あるの？ジャスモン、いや、ジャスモン酸は普通に有名なやつよ。知らないの？あなた勉強してるからそうかもしれないけど。知らねえよ。5番と、ビヨンズの演技ケースを担当している人物は、野沢徹さんですね。はい。人の名前覚えらんないんだよ。これを、ね、答えられてほしい。そう、野沢徹さんにお世話になってるんで。はい。で答えられて欲しかったですが、はい、デビキャンなんて答えたんでしょうか。はい、こちらですね。ミツバチマキ先生と。ミツバチマキ先生は演劇じゃないでしょ。うん、ダンスでダンスでしょ。さすがに。わかんない。早口言葉やばくないですか。そう。で、その6番の次のね、問題が。早口言葉やばいでしょ。野田徹さんが、うん、そのビヨンズ学校特別授業で、うんうん、ズームでね、来てくれた時に、うん、覚えてる、そう。その時に、早口言葉のレッスンがあったんですけど、うん、それを野沢徹さんが自分で考えてきたやつを言ってくれて、前日に考えたって言ってたもんね、の言ってくれって言って言わしたやつがあるんですよ。でそれを書いてほしかったんですけど、デブキャンはこれ何ミツバチピョコピョコミピョコピョコ合わせてミツバチムマキマキマジでこれマジぶっ飛ばさそうなんだけどダメんだいやこれいやこれはまあ正解でもいいんじゃないお前大喜利だとしたらこれはもう全然正解あげてもいいんですけど答えは、ビヨーンズが微妙にビヨーンズの絵を微妙に描いた。系統は似てんじゃん。こっち正解なら多分野沢さんも簡単すぎてこれ早口言葉なってねえなみたいなのは自分で言ってました。そうでね、うん、で、メンバーカラーが青系のメンバー、うん、それぞれ答えなさい。6番ですね、はい、答えはですね、一応カレーなライトブルー、前田心シーブルー、あ、マイクモーダ、里吉歌のミディアムブルーの3人ですね。あ、パープルは青いのか。あ、でも難しいね。これはね、ちょっと難しい。あ、ね、ミディアムとライト混ざっちゃうもんね。ライトと C は ほぼ一緒です。なんでこれは難しいです。はい、で最後7番は、もうこれはもうラッキー問題、サービス問題です、僕から。そうよ。だから、まあ一応、レベルね、やってみようかな。これで高得点ポイントっていうか、好きなところは、ここの一マスちゃんと開けてるところ。そう、ちゃんとね。これポイントです。そうね。あ、ポイントあるわ。これ結構、あ、いいな、こいつ、そうだ。読みやすいようにしてた。小論文書いてるだけありますね。はい、原稿用紙の付け方分かってます。で、秋信がですね、秋信のやつ、これですね。なんて書いてっけ、はい、西田しおり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 。6点じゃないだろ、こんなの。なんで満点なんだよ。キモくて。これは、ちょうどこの、そう、この6マスなんですよ。縦が6だから、で西田しおりも6マス、これね、だから縦から読んでも横から読んでも全部西田しおりになるしかもこの斜めもちゃんとこう全部取ってる。あー怖い、怖い。2の列、7の列こう全部取ってる。キモいキモ、あの気持ち悪いってなんでこれ6点をもう開けました。これは満点です。さすがに気持ち悪すぎて。で、まあこれが6点、最後6点問題ということで、まあ、全部で100点も、はい、も満点の問題だったんですけども、はい、51点と52点と、ね、ちょっとね低いな。低いよね。ビヨンズ学校もうちょい当てないといけなかったね。あとはまあ自己紹介のところかな。そうだね、くら替えをもう一回見直そうかな。まだ録画してあるしって思いました。まだまだあのフォトブックの発売まで時間あるんで。そうだ、ね、まだまだねビヨンズにハマれる感じは全然。もうちょっと勉強してもらって、うん、って感じですね。サイン本当たってください感じですね、はい、ということでじゃあ今回のビヨンズ入試試験はいや、まあ、2人とも不合格ということで残念。いやー入学したかったー。普通にねアロサウルスのことエロサウルスって書いてるから入学はできないよな。さすがにねそんなね、これからまた勉強してね入学できるように頑張ってくださいということで、今回はじゃあ終わりましょう。ありがとうございます。バイチュン。